千秋子より表彰状が贈られます。続いて日本サッカー協会副会長田島幸三より竹の子姉妹が贈られます。続いて朝日新聞社サッカー推進委員会事務局長田中元幸様より朝日新聞社賞が贈られます。続いて日刊スポーツ新聞社広告事業局局長山田健一様より日刊スポーツ新聞社賞が贈られます。続いて日本サッカー協会特任理事野田明美よりフェアプレー賞が贈られます。日本サッカー協会名誉総裁高円宮妃殿下より皇后杯